ちょっと見てほしいんですけど、これ見てください。こんなに違うんですよ。画面の大きさが。施工料みたいなのがもうお金の話しかしてないけど。ギャルメッコです。今回はですね、こちら、このカーナビをなんとかしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。それでですね、今回はですね、案件動画になります。で、これなんで受けようかって言ったかというと、あの、もともとね、ランクルについてるこのナビがね、めっちゃこうちっちゃいんですよ。もう本当にこんなんしかない。で、大きいのにしたいってなって、で、ちょっといろんなところ探したんですけど、どれもね、高かったんですよ。で、ちょっとお値段もまあ3万円ぐらいで Bluetooth とか飛ばせて、ラジオ聞けて、 YouTube 見れて、 Netflix 見れてっていうのないかなって探した時に、ちょっといろんなところのを使わせていただいて、これがあの安くて、まあそのコスパがいいかなということで、まあ案件としてお受けさせていただいて、今回動画にすることにしました。でね、これもう一番どんなもんなのか、どんな機能なのかっていうのは、タブレットを想像してください。タブレットがもうついとるというような感じで思ってくれたら一番わかりやすいかなというふうに思います。 YouTube 見れる、タブレット見れるもんね。あと Netflix 見れる、あと Google マップ飛ばせる。やけどテレビはいけんよってこと。だからこの商品ってどんななんやろうってなった時に、タブレットでできることがこのホームドの 10.1 インチのこのディスプレイでできるっていうようなことを考えた方がいいと思います。で、それを踏まえた上で、今から私がいいなと思ったところを、あの、わかりやすく皆さんにお伝えしていく。これはちょっと気になるところやよっていうのを皆さんにわかりやすくお伝えしていきたいと思います。で、もうちょっと見てほしいんですけど、これ見てください。こんなに違うんですよ。画面の大きさが。要はこれね、新車で5年前ぐらいに、もう純正のやつなんですけど、もう本当にね、スマホよりもちょっとだけでかいかなぐらいの画面のサイズなんですよ。で、やっぱりね、私あの、新型車にたくさん乗らせてもらうようになって、画面が大きい方がもう見やすいし、で、これ画質もめちゃくちゃ悪かったんですよ。だから変えようということで、今回ちょっと変えることを決意しました。で、私がね、一番思う、このフォーミドの 10.1 インチのいいところが、値段が安いっていうことなんですよ。4万円ぐらいで買えます。で、今、アマゾン、4月になりましたね。アマゾンで見たら、4万円なんやけど、なんか知らんけど、私のアマゾンは、これから1万500円安くなる、この値段から1万500円安くなるクーポンがあります、みたいな感じで3万円ぐらいで買える。なんかそこら辺はようわからん。わからんけど、なんか安く買える日とか、ある。だいたい3万円から4万円。まず安いっていうところがいいところです。ほんでね、もう一個いいなと思ったのが、まあ、今回私は、まあ、自分のね、愛車のランドクルーザー76につけるんですけれども、例えば、まあ、このギャランとかみたいに、当時こういうディスプレイとかカーナビとかなかった時代の車にも、ワンディーンとかやったら、こうガチャッと取り付けることができるので、まあ、そういった意味でも、古い車とか、こういうナビがなかった時代の車につけて、まあ、快適にこう YouTube とか見たいとか、Netflix とか見たいっていう人にもおすすめやと思います。とにかく、まあ、車種にもよるけど、後で自分でなんとかこう、いけるっていう、ものさえあったらなんとかいけるっていうのが、いいポイントなんかなというふうに思います。で、いいところ、二つ目。取り付けがなんとか自分でできるっていうところです。
やっぱどうしても、まあ当然なんやけどね、あのショップとか、例えばディーラーさんにやってもらうと、施工料みたいなのがもうお金の話しかしてないけど。やから、自分でできるのってなった時に、なんとか私でもできるっていうのが、この、あの、フォーミドの 10.1 インチのね、ディスプレイのいいところやなというふうに思いました。でね、これちょっと、このままカメラさんこれ下行ってもらって、わかるんですけど、もう最初私もこんなん嫌やと思ったんですよ。なんかもういろんな色の線が出とってな、でここになアンテナコントロールとかバッテリー電源とかこういうのがあって、これをね一個一個するのなんて嫌やんか。でもあのやっぱね動画見とったらすごいやっぱりちゃんとした方たちはこれができるんですよ。得意な人たちはこう一個一個つけてね。でも私はそんなのできんし、もうあってなるからこれ買いました。これあのオートバックスに売ってあったんですけど、ここトヨタダイハツ専用配線コードキットみたいな感じのが2000円ぐらいで売られてます。でこれまあ簡単にざっくり説明するとどういうことかというと、これちょっと手元寄ってもらってもよろしいでしょうか。要はね、あの、これ今ここいっぱいいろんなコードの線があるでしょ？で、そしたら、このコードの線が何なんかっていうのをまず調べて、例えばこれがバッテリーのコードやとか、スピーカーの右のコードやとか、アンテナのコントロールのコードやとか、そういうのを調べて一個一個つないでいくのって、もうめっちゃ果てしない作業やん。だから、さっきのを買って、これね、一個バチッとどっ一個ガーつないで、もう一個ガーやってっていうのを買いました。だから、まあそういうのが苦手な人とか、そんなにもそんなんやりたくないわっていう人は、そういうのを買うのをおすすめします。で、取り付けがいいなって思ったのも、この、フォーミドのね、このナビを、あの、ディスプレイを取り付けた理由やっていうふうに言ったんですけど、多分おそらく今私が喋ったところまでは、他の、ナビとか、例えばフォーミドさん以外のね、ナビでもできます。やけど、私のあの視聴者さんは結構初めて、そのやってみようかな、車に乗り始めたよっていう方が多いので、まあ、私がいいと、ここもいいところの一つだよということで、ちょっと紹介させていただきました。じゃあちょっと取り付けていきたいと思います。で、ここにね、あの、SIM カードが入れれるようになってるんですよ。で、私は今、まあ自分の家の Wi-Fi を使って、Netflix で見たいのをダウンロードしたりって言ったけど、そもそもここに SIM カードを入れればタブレットとして使えるので、あの、ダウンロードなんかせんでも常に、あの、見たいのが見れるようになります。そっちの方が正直おすすめかもしれん。でもそのイメージ的には、まあここはもう手でこうグッてやったら外れるから外して、で、固定されてる金具をキュッキュッてもう取り付けて、こういうふうに、ここのこのコードをね、プラグをピッピッて刺してガチャンってやるみたいな感じのイメージなんで、そんなにね、めちゃくちゃなんかこう、技術がいるとかさ、そういうのはないかなっていう感じがします。あの、私でもできる感じやなっていうような感じがします。こういうふうにね、ガシャガシャこうやってやっていったらいいっていう感じ。ただ、まあこれあの、サイズがあって、2Dインと、1Dみたいなのがあって、まあ、2Dがちょっと大きくて、1Dがこうちょっとキュッとちっちゃいみたいな感じなんですけど、この 2Dのところに 1Dのこのサイズを入れてるので、ここがスカスカになってます。だけど、まあ本当にちゃんとした人とかはここを埋めたりとかするんですけど、私は気にならないので、もうこのまま行ったりしたいと思います。だからまあ、実際やってみて思ったのは、もうすごいこだわってちゃんとやられる方は、多分もっと施工に時間がかかったりするけど、私みたいにとりあえず、つければいいや、みたいな感じの人は、もう、簡単というか、まあ、妥協とかになるんかな。もう、ちゃんとした人からしたら、うわ、その汚いつけ方、みたいな感じかもしれん。だけども、そういう人でもできるっていうような、この感じに皆さんに思っていただければいいな、というふうに。で、これ、つけ方とかはね、もうちゃんとピシッとやってらっしゃる方がいるので、そっちを見ていただければなというふうに思います。とにかく私が伝えたいのは、ここが良かった、ここが気になったっていう点なので、それをね、私の動画で参考にしてくださればなというふうに思います。で、結構あの、言ってるから、これが、通ったら、ちゃんと参考になると思う。
よく動画これ OK 出してくれたなと思う。今これ撮影したのがいけたとしたら。でこれね、もう画面を見てもらったらわかるんですけど、本当にあのタブレットっていうイメージを持ってもらえるとすごいいいなというふうに思います。こういうふうにネットフリックスあったりとか、アマプラあったりとか、要はネットフリックス見れるよとか、 YouTube 見れるよ、 Amazon プライムビデオ見れるよ、あとナビ、これスマホとかによくあるやつね、あるから、これやったらもう、だからその今の若い子とかスマホね、すごいちゃんと、あのもう何もせんでも使えるから、こっちの方が逆にいいかもしれない。あのSIM をこう入れて、もうそのまま これを iPad みたいな、iPad の延長線上みたいな感じで使うのがいいんかなというふうに思います。で、これね、あと何がいいかっていうと、こういうふうに、よいしょ、ディスプレイを、こうやって、いろんな角度に調整できるんですよ。で、私がいいなと思ったのは、これが、暗くなってくると夜ね、夕方とかになってくると角度によって全然ね、こう反射で見えなかったりするんですよ。あの西日が差して、そういう時にこうやってちょっと向きを変えられるっていうのは嬉しいポイントです。で、あともう一個あるのは、夜結構ね眩しかったりするのよ、この光が。で、夜暗くなってきたら私はちょっと角度を下げて見るようにしてます。で、これもう一個いいのが、いくよ。ライトをつけると、ピッ、ピッ、ね。ここ。ここの、まあ、ホームとかのボタンが光って、ボタンの場所を教えてくれるのもいいところです。で、あと、もう一個いいのは、何しか、例えば、ネットフリックスで今みたいにこの、映画ね、映画とか、まあ、アニメを見ながら、ピッとやって、ナビゲーションを見たりできると。これ今ちょっと、お家の場所がバレちゃうので、今 Wi-Fi 切ってるからナビが表示されないんだけど、まあ、こういう風に、できると。まあ何かしながらできる。とにかく、まあこれ見ながら、これね、見ながら、ホームボタンを押して、例えばカー設定ができるとか、こんな感じ。ね。こういう感じになってます。なので、2画面表示できたりもするんですよ。こう、ピッピッと。だ、それもすごくいいところかなというふうに思います。助手席の人は映画を見て、運転席の人はしっかりナビを見れるので、これもすごくいいところやなというふうに思います。今ちょっとこれ、最小画面にしちゃってるけど、この画面の大きさも調整できます。で、これ。メニューから効果音っていうのをやると、自分の好きなように音楽を聴ける。まあ私はあんまり音楽を聴かんからわからんのやけど、なんかこういうふうに低音をよく聞こえるようにするとか、低い音を高い音が聞こえるようにするとか、なんかそういうのができるみたいです。だから音楽よく聞く人はすごくいいんじゃないかなと思います。で、ちなみに今これスタンダード。カスタムが自分でこう選べるやつで、なんかそう、これちょっとロック聞くときこれがええんちゃうかとかっていうのができるそうです。ということですですね、今回はですね、私がいいなと思ったフォーミドの 10.1 インチのディスプレイオーディオを紹介させていただいたんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。とにかく安いし、コスパもいいし、まあ、取り付けもなんとかできるので、まあ、そんで4万円以下、まあ、その安い時に買ったら3万円とか、それぐらいでなんとかしたいっていう方には、もうぜひおすすめしたいなというふうに思います。この動画がいいねと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバーイ。